試合が始まります。選手の方は練習をやめて準備をしてください。本日は IBSA ブラインドサッカーアジア選手権2015へお越しいただき誠にありがとうございます。本大会は国立代々木競技場フットサルコートにて9月7日まで開催されております。 Ladies and gentlemen, welcome to IBSA Blind Football Asian Championships 2015. The Asian Championships continue through September 11 here at the Yogi National Stadium, Futsal Court. 本日の第3試合は韓国チーム対日本チームの試合です。絶対に行くぞ。
お務めになられていらっしゃいます原ひろみ様からご挨拶をいただきます。原ひろみ様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。サッカー協会の原でございます。今日は韓国戦ということで、まず勝ち点3、その前にまず1点を取っていただいて、何としても世界大会に行ってもらいたいというふうに思います。声を出して応援しちゃいけないというふうに聞いてますんで、心の中で僕も一生懸命応援したいと思います。日本サッカー協会では来年から障害者サッカー連盟を立ち上げまして、障害者の方と一緒になって今後 の障害者の活動をもう全面的にサポートしていきたいと思います。いつでもどこでも誰もがサッカーをあるいはスポーツを楽しめる環境をサッカー協会先頭になってやっていきたいと思います。で今日まず日本代表にはまず1点、昨日も日本代表もなかなか1点取れなかったですけど、1点取れば流れ変わると思いますので、皆さんと一緒になって、今日の韓国戦勝ってもらって流れを変えてもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。原ひろみ様、ありがとうございました。ください。韓国チームの国歌斉唱です。Please stand up for the national anthem of South Korea.
Number one, Junmi Ji. Number four, Myeongjun Jung. Number seven, Myeongjo Sin. Number 12, Chang Hyun Kak. Number 14, Kyung Ho Kim. Guide, Jung Eun Kim.Head coach, Devon E. 続いて日本チームのメンバー紹介です。Starting lineup for Japan. Number 1, Daisuke Sato. Number 15, Robert Izumi Sasaki. Number 4, Akihito Tanaka.Number 9, Kento Kato. Number 10, Hiroshi Ochiai. Guide, Jun Fuji. Head coach, Ko Uozumi. 続いて審判団の紹介です。Next, the referee is calling this game. Referee, Mr. Stewart. Mr. Hu. Mr. Yoshida. Timekeeper, Mr. Yamafuku. Scorer, Mr. Hong.
日本行くぞ。まもなく試合が始まります。試合中はお静かにお願いいたします。 The game will start in a minute. Please keep silent during the game.Guy, goalkeeper. Okay. Table. You. Guy, goalkeeper.はい、開けませんって。
ファイ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 ファOkay.
number 7 in, number 9 out, number 5 in. はい、頼むよ、トモ。よ。頼むよ、アッパー。はい。終わった。Referee's time out.Referee's time out.Keep
Thank you.
Goalkeeper, silence, please. Goalkeeper, ready. Correct, silence, correct, silence. Guys, please. これあボスか。ホベルト動かんねえ。通り過ぎたら低くて速しい。ゴーゴーゴー正面。Zero. The score is Korea 0, Japan 1. Thank you.
知らないでくださいね。Japan, time out.
call. The score is South Korea 0, Japan 1. Thank you.
Whoa!
Japan, number 9, fall, team fall, four. South Korea, double penalty kick. Okay, sounds good. Thank you. Guy, please. The first half of the matches between South Korea and Japan had just ended with a score of 0-1. The second half will begin in 10 minutes. ただいまより太鼓グローリー絆マスクワイヤーによるハーフタイムショーが始まります。世界が認めた魂のシンガー太鼓グローリーは2006年ゴスペルの日米友好親善大使としてニューヨークカレリアカンパニーのメンバーに選ばれました。今回は選手応援のために複数のゴスペル団体が垣根を越え絆マスクワイヤーが結成され、武雄グローリーさんと共に会場を巻き込んだ迫力のパフォーマンスをお届けします。それではお楽しみください。
まもなく試合が始まります。試合中はお静かにお願いいたします。 The second half will start in a minute. Please keep some distance to go.Guy, goalkeeper. Control table, join it. Guy, goalkeeper. Keep us low.
Substitution for South Korea. Number 11 out. Number 7 in. Hey!
referee's time out. Please, gentlemen, may I just remind you about the extra sweat the air is here. When the ball's in this air, follow me. Thank you.
super slow. はい、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 
The score is South Korea 0, Japan 2. はい、マリコ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 、
Japan, corner kick. Japan, please. はい、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 
One hand on the board, side boy, bringing off the board. はい、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 
Japan, Japan, please.
の勝利です。Ladies and gentlemen, this concludes the match between South Korea and Japan. Japan won over South Korea with a score of 2-0.勝利を収めました日本代表魚住監督のインタビューです。欲しかった勝ち点3、欲しかった勝ち点3を取ることができました。今のお気持ちを教えてください。はい、本当にここまですごい苦しい戦いが続きましたけども、まあ、自分たちのやってきたことを信じてやり続けた結果がこの声援で本当に成果が出てよかったです。エース2人がですね得点を奪ったというのも日本の勢いにこれからつくと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、本当に取ってほしい2人が点を取ってくれましたので、これから勢いに乗って必ずリオの切符を取りに行きたいと思います。
そして今日は3連戦目ということで、やはり疲れも出てくる頃かと思いますが、今日はどんなところが日本チーム良かったでしょうか。まあ、本当にやるべきことをきちっと最後までやりきれたというところが一番でした。まあ、疲労はないと言ったら嘘になりますが、やはりこの大声援の下でその疲労感というのは軽減されて、本当に最後まで走れていると思います。そしてリオの切符をかけて残り2試合、どんな風に戦い方考えていらっしゃいますか。もちろん勝利というのは絶対の条件ですが、さらにここから得点の絡みも出てきますので、1試合も気を抜くことなく、しっかり取るべきところで点数を取るというところで、リオの切符を最後まで諦めず勝負したいと思います。明日はインド戦が行われます。改めて意気込みをお願いします。はい、今日イランもね、10得点イランが取ってますので、まあ、それに負けないようにやはり得失点のところを考えて、我々も本当に得点を狙って勝負したいと思います。改めておめでとうございます。ありがとうございました。大住監督でした。IBSA ブラインドサッカーアジア選手権2015へお越しいただき誠にありがとうございます。明日の試合の情報をご案内いたします。14時30分よりイランチーム対中国チーム、17時30分より日本チーム対インドチーム、19時30分より韓国チーム対マレーシアチームの試合が行われます。会場内チケット販売ブースにて前売り券の販売を行っておりますので、ぜひご利用ください。またのご来場をお待ちしております。